はい、ということで いきなりですね、山の中を抜けてくるといきなり集落が現れて、立派な小学校が突如現れてきた感じなんですけど、ここは南小国町と言いまして、場所は熊本県の北部の方になるんですね。で、今ちょうど温泉街を黒川温泉の方から抜けてきて、こちらの、星輪というんですけどね、星という漢字に、和ですね、和は、昭和の和ですね。でこちら集落があって、こちら立派なね、星輪小学校に来てます。びっくりしましたね。いきなりこんな学校が現れるとは思わなかったですね。結構平成に建てられてるっぽいですね。こういう感じですかね、中がこういう感じですね。かなり最近作られたんじゃないでしょうかね。ここは星輪の集落になるんでしょうかね。あとということで、ちょっと前っぽいですけどね、保育園みたいになってんのかな。もう吹き抜けのすごい廊下とあれがつながってるようなとこですね。すごーい感動。あ、遠隔もありますね。明治8年に万願寺の場所に星輪小学校ができたということですね。明治33年に移転されて、昭和の22年に、南小国中学校の新設で星輪分校が、中学校の分校もここにあったということですね。39年には星輪の分校が廃校になって、昭和の50年に創立100周年、新校舎が平成2年、やっぱ新しいですもんね。で平成16年に統合に伴って閉校になった。今から、20年ほど前ですね。ここに自転車止めてたんだかな。すごいですね。形がめちゃくちゃかっこいいんですけどね、全体像がちょっと見えないんだけど、なんかおしゃれなね、なんか木造、なんかちょっと洋館みたいな感じもしますしね、すごいなぁ。ああ、なんかいろいろここのあれに尽力された方の像がありますね。後藤さんかな、辰太郎さんかな、い、読めないですね、すいません。すごい改築記念碑。ああ、立派な立派な運動場だ、すごい。今ねこうやって入ってきたらね、立派な運動場があってびっくりしてますね。あっちの上の方にも坂にも登っていくとこあるから、山の上からもみんな降りてきたんじゃないかな、あの学校行くためにね。ああ、風がね、すごい暖かい風が吹きますね。しかも芝生がふわふわですね、すごいな。うわ、またこっちから見る景色も最高ですね。あ、上にも人がいらっしゃるな。なんかめっちゃかっこいいな、形が。すごいわ。なんかちょっと風が強いんです、強くなってきましたね。なんか物音があんまりしないですね。そしてこちらがプールがありますね、皆さんの泳いだプール。教室もそのまま映ってますね。ですね。すごいな。ちょっと崩壊してる場所もあるな。そしてここが2階になりますね。はあ、向こうの橋まで行けるんだ。おお、あ、ここからプールがしっかり見えますね。こちらも教室ですね。向こうの体育館はちょっと古いですね。ここも子供たちの踊り場になってたんじゃないですかね、遊び場に。
あ、ここ持ってますけど、こんな感じですね。懐かしいでしょうか。こっちも教室ですね。音楽室だったかもね。ガスになってますね。そして上から見た景色、懐かしいでしょうかね。星は小学校出られた方、疑似体験ですね。蜘蛛の巣があちこち張ってるから。あ、なんかスケートリンクみたいなのも置いてますよ。なんか皆さんスケートされたんでしょうかね。スケートリンクというかスケートのシューズね。こっちはこっちでバスケットのなんかあれもありますね。バスケットの最後の方が盛んだったのかな。綺麗な色合いがね、ちょっと風強くなってきてますけど、ちょっと風が強くなってきてます。ちょっとなんか保育園にも使ったのかもしれないですね。木造でいろいろ準備してますけど、こちらがトイレですね。なんか木の木工みたいなのやられてますね。そしてこちら古い体育館ですね。かなり古い。こちらが着替えのトイレもあったりしたみたいですね。ああ、これが古いあれですね。皆さん懐かしいでしょうかね。体育館になっております。こちらはね、なんかすごく構造がいいですね。遊び心がたくさんあって体育館とつながる道ですね。さっきの教室でですかね。こっちから見た感じですね。そしてこれが廊下になるのかな。向こうの中央口までずっと続きますね。懐かしいでしょうか。体育館があって、まあ南小国の消防団の第3弾の4部の緊急車庫になってますね。ああ、これめっちゃいいな。ステンドグラスね。めっちゃおしゃれですね。やっぱステンドグラスが売りって感じがしますよね。かっこいい。ちょうど光が差したりなんかしてね、よかったんじゃないでしょうかね。はい、堪能させてもらいましたね。まさかね、これ結構山越えてきたから、まさかこんな立派なね校舎がね、忽然と現れてくるとは思わなかったですね。すごい感動でした。懐かしい方のためにちょっと、これかなり立派ですね。今何か利用されてるんでしょうか。ですね、木工関係とかですね、あとは、はい、地域のものが、はい、吉原の神楽のそこの、あ、神楽屋さんが、神楽、あ、吉原ってこの向こう、ここはですね、はいはい、ここがあって向こうにもう一つ谷があるんですよ。谷があるんですね。こっちに谷があるんですよ、はい、3つ谷があるんですよね、はい、3つ谷がある、うん、谷がここで、ここがちょうど中心で、はい、でここが星輪小学校。この星輪っていうのはどこから来たんでしょうか。あの、はい、名前の言われ、あ、こちらの集落が星輪というわけ。そうです。あ、そうなんですね。ここが星輪、はい、ここは南小国町の大和万願寺。万願寺ですよね。先ほども万願寺の方にちょっと訪れて、そうそうそう、万願寺お寺の総理ですよ、はい。あっち万世寺っていうのもありますね。万世寺は小国町ですよね。なんか2つあって、あっちはもう壊されたみたい で、古いあの仏像とかが、なんていうかね、あの石石像とかがあって、なんか由緒正しいなと思って、ここもあっちから来たんですけど、うん、山のところを塗ってきて、いきなりこういう立派なものが現れたので、何かその、うん、星輪の方たちの何か、やっぱここ集会所があるんですよね。だから、はい、あの老人会とか、あ、そういった人たちで、管理とか、あ、清掃とかですね。あ、なるほどですね。で、時々合宿で借りたりとか、あ、合宿で、グラタンの周辺の、はい、
音楽をしている吹奏楽吹奏楽関係の方も練習をいっぱい。あ、音が響きがいいっていうことですかね。一番小学校ですけど、もともと後ろに音楽室があるからですね。あ、この向こう側に音楽室が。ちょうど2階の2階の向こう側にですね、はい、なるほど。ここはこたつが20人が入れるこたつがある。あ、そうなんですね。お風呂がついて、お風呂もあるんですか。それは後からできたんですか。平行の後に。いえいえ、一緒です。一緒ですか。こたつも、こたつはここは非常にですね、寒い地域なんですか。寒いです。あ、マイナス十何度になるからですね。標高は、標高は650です。あ、ここそんなに高いんですね。そうです。あ、それから向こうに行ったところが瀬の本。瀬の本。あ、え、というと温泉はここには出ないんですか。温泉は出ないですね。あ、星輪は出ない。これから向こうに行った、はい、一つ山越えますよね、はい、もう一つ山越えると小田温泉。小田じゃなくて小田ですか。小田温泉、うん、あ、そしてその向こうが黒川温泉。あ、黒川一番有名ですよね。そうですね。今こっちから来たんですけど、やっぱり万願寺の温泉はありましたよね。ありましたね。一番日本で一番恥ずかしい温泉って。あ、恥ずかしいんですか。川端に温泉公園。ああ、そうなんですね。おばちゃんたちがそこで、洗い物ですか。洗い物を冬の洗い物ですね。そうするとその横におじちゃんたちがお風呂に。あっちもあれですか、標高高いんですか。こっちは、ここよりか落ちる。やっぱり低いんですか。ここ600って言ったら雪が積もるんじゃないですか。あ、もうここにいられて長いですか。もうこれずっとです。へえ。なんか私ずっとこう回ってきて、その土地の、まあ、懐かしい方にも見てもらうためもあるんですけど、その昔多分もっとたくさん子供たちがいたと思うんですけど、ですね、ここ私たちのうちに100何人ですよね。なんか、はい、そのなりわいはどういうそのお仕事がメインだったんですか。林業とか。やっぱ林業が主ですよね。あ、やっぱ主ですか。小国号っていうのは大体林業が主なんですよね。あ、小国がですか。で、昔の人たちは、お年寄り、私たちが知ってるお年寄りたちは、はい、幕僚さんっていうのがいらっしゃるんです。幕僚ってですね、いわゆる、木の刈っていって、あ、木を刈っていく係。そしてこう見てて、はい、あの木のあれと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 印でついてお金も遊びに行って。なら、やはりその今はもう海外とかので値段がもうバラバラになってますけど、昔は牛を飼ってるような感覚で、その 木を育てているっていうのも高いものだったっていう。小国杉ってのは有名なんです。なんか聞いたことはありますね、はい、ですから私の同級生の子が熊本で結婚式をした時は、はい、小国のお坊ちゃまがっち。あ、やっぱそうなるんですね。もうだから杉を目の前であれとあれとあれって言うでしょ。そしたらもうその場で幕僚さんって人がお金を渡す。もう現金で動くっていう、もう価値が、なんていうんですか、交換価値が高かったっていうことですよね。そう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 。だからもうこの木になると400年ぐらい。あ、この目の前の木ですね、はい、これ昔はですね、今はいないと思うんですけど、ムササビがいたんですよね。あ、飛んでたんですか。ムササビってね、こう夜に飛びますか。うん、飛びっていうか滑空する。滑空、上から下に。あ、飛ぶことはできないです、ね、あ、マントで、マントでスーッと降りてきて、落ちてガタ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 って上がる。それ子供ながらにみんな見て、なんか、あ、私たちは見ますよ。声がするの、ギャッ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 て。へえ、うん、今はいないんですか。今もうほとんどカラスからやられてる。あ、カラス食べられたんですね。カラスはもうそういったものをするからですね。で、ここのその星輪の集落は、さっきそのなんですかね、万世寺の方に行った時に、なんか独自の、あ、西里の方に行った時に、はい、西里の集落だけでなんかまあ成り立ってるっておっしゃってたんですけど、ここはもうどこかのその集落と結構中心地だったんですか、ここが。ですね、昔はやっぱりここって北中南いわゆる、はあ、南中北ですね。そういう分け方をしてたんですね、はい、それは小国の心当たりが南部。南部、ああ、心当たりは北、中部。中部学校は中心に、はい、それからこれから行ったとこは南部、南部で、これから向こう下山行ったとこが北部。そのあざは、なんかその集落、あざは満願寺ですね。あ、もうみんな満願寺なんですか。星は、ああ、星は、満願寺のあざ星は、はあ、満願寺のあざ下りととか下り、そうすると吉原、はい、あっちの満願寺ももう一緒ですか。こっち、その中というところでは、あの満願寺の大技満願寺くくりはですね、あ、一緒なんですね。南小国自体が大技満願寺、大技赤馬場、大技中馬場って3つあります、はい、あります。で、その南小国の中心は
またもっと向こうの一の春っていうところ、はい、一の春、一の春っていうところが中心ですね。あ、そこが役場があるところです。ここから約10キロ宮春もですか。宮春は小国町です。小国、あ、また違うんですね。小国町と南小国、小国町ですね。今ほら有名になってる北都市ですね。あ、ですよね。その今南小国ですけど、北小国ともともとは南小国で分かれてたんですよね。北小国村で、その町自体が違って、でその2つの町がなぜ別々になったかっていうのは何か、色が違うんですか。なんか向こうは北の方はあっちの県境の関わりが、そうそう、県境、ね、あ、県境があるからですかね。だからやっぱ昔ですから、そういう大きな、いや、木を持ってったりとか、お国をそれの人が治めてた。で、昔と有名な人だったらカーズ・トラーさんとか、全国町村会の会長さんとか。へ、あそこにも2つ像がありまして、海田さんとこの、ここの奥の方のなんか、あのお墓が あったですね。ね、2人、ここに尽力された方がいた。学校を作った。この建物の建てる前も鉄筋だったんですか。もう木造だったんです。かなり、そしたらもう平成になってギリギリまで木造が。そうですね。子供が、ちの子供が。なんか平成2年とか書いてきましたですね。はいはい、す、私建物とかもすごい好きで、それぞれやっぱり学校によって建て方が違うの で、ね、子供たちに楽しませようと思って作られてるので。大きい20人ぐらい、こたつ、こたつとかお風呂とか、マイナスで向こうの方に、うん、コンクリートの場所が ありました。バスケットかなと思って、あ、スケートだったんですか。もともとはですね、へえ、なんか靴がちょっと見えたなと思って、もともとはですね、スケート場は、はい、自分たちスケートリンクがある小学校って言ったら話題なんじゃないですか、テレビで。やっぱりやってましたか。そこにですね、ビニールをこう張って、はい、長い25メートル、25メートル、あ、ちょうどプールみたいな感じで、一応もともとは最初はですね、プール、あ、プールに張ってたんですか。まま凍ったんですか。凍る、へえ、で凍るから、そのそこではこう高さもあるから、はい、いろいろあるから向こうの運動場に作ろう、あ、作って、あ、で朝水まきをバーってするんです。夜ほんならもう凍るんですか。そう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 、そこは凍る。そのマイナス15度っていうのは一番最大でマイナス15ですか、それとも平均的にマイナス15になるんですか。冬の間は平均的じゃないですよね。だいたいマイナス4、5度ですか。マイナスはそうなんです。で温度が高くなるときはどんなもんですか。もうあんまり、それは涼しいままですか。盆地だったら温度上がりますけど、いや、盆、そんなあれはないですね。ないですか。そしたら、いや、寒いには寒いです。あ、ですか。そしたらなんかイメージ的にはなんか、あ、全国で言うと結構酪農とかそういうことする、牧場とかする方が多いじゃないですか。ここは林業です、ね、やっぱここは林業なんですね。へえ、昔は杉、小国杉っていうことですか。それはここ以外でもどこかの地域でまだ全体的に南小国町は林業、ね、林業ですか、はい、昔はお金持ってたっていうことですか。そうですね。その後に黒川あたりの観光業が、観光が黒川、小田、おた、おた、さっきのですね、おたですね、黒川温泉とか、それ向こう、これの、もう北向こうの山、はい、集落あたりがここだったりですね。その先、その満願寺に行った時に弘法大師さんがなんか訪れたって、はいはい、やっぱりそういうなんか風光、なんか、まあ、明媚な、そのなんかその、あそこは古いです。あそこ古そうですよ ね、 すね。ちょっと仏像を見てちょっと鳥肌が立ったんです、はい、その明治とかのより前の時代のがわっと来たので、あの北条時なんかね書いてましたね、時貞って。こちらもあの町的には古いんですかね。ですね、私たちはですね、いいって言うんですよね、名字は。いいっていうのは、あ、いい書いてましたね、あそこに、いい書いた、はいはいはい、そういうのがいいさんっていうのが、井戸のいいですよね、はい、池って書いてましたよね、さっきお墓のなんか見えるところから、はいはいはい、で私たちの祖先は、まあ、僕のおじがですね、はい、それを調べて今、はい、産山っていうのがあるんですよね。この山を山、うん、これ行くと、はい、山並みハイウェイっていうのがあるんです、はいはいはい、それは向こう側は、はい、産山っていうところなんですね。産山、産山、
産山、あ、産山、あれですね、ですね、行きました、行きました。あれの産山のところも E さんって。あ、そうなんですね。で、今E さんのルーツをしようということで、北回りってことですよね。北にぐるっと回った向こう側ってことですよね。いや、これ真っ直ぐ行った、真っ直ぐ行ったらもう産山なんですね。真っ直ぐ行って山並みハイウェイがあるから、それを通り越したら、はい、もう、でそこも E さんがいて、そうそう、だからその E さんというルーツをしようということで、はい、今度ルーツ のそういった人たちが集まって話し合いがあるんです。歴史が古そうですね。そうですね、かなり。私が聞いたところでは、名古屋の、うん、いわゆる今でいう知事さん、知事さんが、それが E隼人の神、ね、ああ、なるほどですね。でそこら辺りから流れて、豊臣秀吉の時代にこちらに朝鮮出兵を、はい、あ、そうですよね、九州のあたね、九州討伐のがあれですね。なるほど、ね、やっぱり E って言ったらその、まあ、その象形文字みたいな感じで、まあ、井戸 の、まあ、なんかその何か囲うような形の、ね、そこら辺りは僕もよく分からんとですけど ね、その E隼人の神の流れって私たちは聞いてるんですけど、やっぱり予想はいろいろあってですよね。あの遣唐使かがとか、新潟かどこかの辺りで E なんとかさんっていうのがいらっしゃるんですよ。あ、そう、トライの、まあ、トライというか向こうから来られた方ですよね。後から当て字にする場合もありますもんね。言葉の響きだけからですね。日本人って結構音の響きで後から変えますもんね。だからいいってのはなかなかあのするには人に言いにくいんですよね。そうですよね。お名前はいいですけど、うん、あ、いいなんですか、なんか外国の方からいいんですかという、ね、あ、いいんですかの、いいですか、うん、なんかいいと申しますとかいう言い方を私たちはしますけど、ね、なんかいいですって言っちゃったらなんか、いいですもういらないですよね。なるほどですね。でもそれがなんかやっぱり歴史があるっていうことで、やっぱり集落的に多かったんですか。そうですね、小国語郷土市っていうのは郷土市、あ、郷土市ですよね、んです、うん、ですよね。それにはですね、確か小国小豆市は、あの郷土市はその南小国も北小国も、はい、一緒ですか。です、一緒なんですね。小国号ということ、へー、北都市、北都市しますので、結束はどうですか。なんか私いろんなあの町回るとどうしても隣り合わせで仲が良くなかったりする場合も、昔はあったこともやっぱり、あ、やっぱりありましたか。競争みたいする、あ、競争、そう、そうですよね。向こうがどうしてもちょっと小国町っていうのが、ここの人口の南小国町の人口の倍で、はい、倍ある、あ、向こうがですね、やっぱり向こうがあれだったんですね、お金持ちというか、あれだったんですね。もう大きい杉なんかこんな個人でこんなの、ああ、ありがとうございます。はい、ちょっとあそこ車止めてるんで、あれぐらい下げとったんです。そうしないとここは、そうですよね、緊急のですよね。ちょっとバックして帰りますんで、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。貴重な話ということで、こちら星輪の小学校の後、いろいろお話聞かせていただきました。では最後までご視聴ありがとうございました。